ご覧の皆様こんにちは、ホステルと申します。プレイステーション2のサイレンの実況プレイです。続きからやっていきましょうか。この難易度の高さよ。では今日もよろしくお願いしたいところなんだけれども、視界ジャックしても周りに敵の気配がない。この子スタート地点に置いていった方がいいかな。結構足手まといになってるんだよね。後方から敵が来るってことないでしょ。ここで待たせて、叫ぶっていう項目もあるんだよね。叫んで、敵を誘導することとかできんのかな？いや、あんまり遠くまで行くとやっぱり呼ぶってできなくなってる。つうことは、単独で操作キャラクターが突っ込んで、で、安全を確保した時に呼ぶっていうような感じになってくるよね。呼ぶっていうコマンドってどのぐらい離れてて使えるんだろう。あ、ここまで来るともうできないんだ。このぐらいの距離。それとも、段差があるともうダメなのかな。その辺ちょっと不透明だわ。まあ、ともあれ、二人一緒に行動するのは極めて危険だと。いうことが、ちゃんと私を見ろ。前回理解できたので上がっちゃった。この辺も少し不親切なところがあるよね。少しでもスティックを倒しちゃうと意思と関係なく上がっちゃうから、とりあえず一旦待たせとくか。さあ今回どういう風に立ち回るか。前回左手法で進んで、で鉄柵に鍵がかかってて進めなくて、でさらに左手を壁につけた状態で歩いていこうと、ここまでだね。配送庫まで頑張っていこうとしたんだけど、途中で命を落としたというような感じになってくるので、今回は右手を壁についていこうかな。右手沿いに向かっていきます。一旦女は待たせといて、少し歩くごとに視界ジャックしていった方がいいよね。あ、主人公たちのいる場所が映ってるけど、左の方にね、青と緑の十字が見える。あれが主人公なんだよね。ただ、こいつは多分壁の向こうだから分かってないよね。俺のいる場所が。大嫌い。ごめん、大嫌いって言われた。だけど、そこで待っててくんねえとさ、あ、いや、思ったよりこれ、呼んでも、範囲がすごい狭い。呼ぶと。NPC に指示を出せる範囲がものすごい狭い。基本的に待てって使わないのかな、これ。どうなんだろう。けど待てを使わないと、マジこのゲーム敵に追いつかれるんだよね。スナイパーみたいなのがいるんだよね、これ。どこかに。棒切れ持ってるやつがいるから、こっち側から行こう。近い。そろそろ音聞こえてきそうなぐらい近づいてるんで。どこにいるんだろう。ちょっとしゃがんでこの先探ろう。武器になるものを探すっていうのが今の目的なんだよね。やばい、あ、出てきた。正面に見えるわ。あんなところに。まだなんか叩き出した。何してんのあの人。どこあれ。ただ右手沿いに行きたいから、あそこがもう配送庫なのかな。意外とマップは狭いのかこれ。ただあそこは行けないよねこれ、主人公単独だと。それとも女をどこかに渡して、走行してるうち女はどこ行ったの。あいつはだけどスルーしよう。わあ、正面何体かいるな。このまままっすぐ歩いていったらもしかしたら出くわしそう。マジで女どこ行ったの、そもそも。
あれだけどそばにいるな。あいつが一心不乱に壁叩いてる間に、横スルーすることってできるかな？え、マジで女どっか行っちゃったんだけど。え、行方不明？迷子？あ、いた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 。早く連れてけ。迷子になっていたのはむしろ俺か？ははははは。方向音痴実況者か？正面の方にも敵いるんだよね。このまま真っ直ぐ行くと、スナイパーに鉢合わせる可能性があるよね。こいつスルーできそう。家の中に入って壁叩いてる間に、通っちゃうっていう感じでいけばいいかな。一定周期壁叩いたら表に出てきて、それとまた、戻っていってるような感じがするので、戻っていったところを後ろを通り抜けていくっていう。視界ジャックをして、あ、出てくるね。走ると多分気づかれるよね。これ敵の周囲が、こう、黒ずんでるのってもしかして距離結構遠いからなのかな。近いやつが、こう、かなり鮮明に。あ、出てきた出てきた出てきた。気づかれてない気づかれてない。戻ってく、戻ってく。で、そのうち、その間に行く。あ！いててててて、歩いてる音わかんのか。いった。180度ターンしてくんない。キャラクターの動きがかなり緩慢。いて。180度ターンしろって。ダメか。走ったらすぐ気づかれるな。大体ね、何を足舐めてんのこの人。足を舐めさせられたわ。大体ね、左スティック下に倒したのが3回に1回ぐらいしか180度ターンしてくんない、このゲーム。結構操作性が悪いね。辛いわ。いやー、けどこれ、壁に手をついていくのはかなり危ないような気がするんだけどな。正面突破するか。ただ正面突破しようにも、正面が敵何体もいるから、相当危ないよね。今俺どの辺まで行けてたの？そもそも。壁叩いてたやつが、この廃倉庫にいるやつなのか、ちょっとよくわかんない。では進んでいきましょう。あそこが廃倉庫なのかどうなのかをちょっと確かめたいんだけれども、確かめることすらできないんだけど。え、なんかある、なんかある、車のところになんかあるわ。敵のこれ徘徊範囲って決まってんのかな。発見されたらぐるぐるいろいろなところまで追いかけてくるけど、基本的には一定の範囲を徘徊してるような気がする。当時のプレイステーション2のゲームなんで、多分そこまで強力な AI は備わってないと思うんだけど、敵に。とりあえずは、多分これ、マップ右上のあたりの道が二股に分かれてるところまでもう来れてるような感じはする。多分これ下川な、あ、川流れてるわ。やっぱりそうなんだ。農作業してるっぽいやつと、え、これ見つかってる？もしかして。なんか後ろにいるわ。後ろじゃない、これ正面か、正面だな。このまままっすぐ行くと、どこかでスナイパーに出くわす可能性があるな。廃倉庫スルーしていきましょう。え？なんか女の叫び声みたいなのがしたんだけど今。ちゃんとついてきてる？またいなくなっちゃった！めんどくせえ女だな、おい。はははは。ついてくるのかなり遅い。遅い？遅い？
どの口がそんなことを言うんだお前。お前のは遅いのはお前だろ。あ、女の視界全く見えなくなっちゃった、視界弱で。あ、見えた見えた見えた。なんかいた？いやー、これだけどさ、スナイパーがいるところが一番、やばいよね、このゲーム。敵の行動パターンをつかみながら先へ進まないといけない。何体ぐらいいるんだろう？正面にとりあえず2体はいる。この先一本道になってるから、あ、だけどここ突っ切っていくしかないのか。鉄柵が鍵かかってるから、ここ突っ切っていくしかないんだ。マジかよ。それとも鉄柵の鍵がどこかにある？もしかしたら、手前の方敵いないのかもしんないね。後ろでしょ？で、右下のあたりか、これは。で、右側に1体。いや、合計5体ぐらいいんな、これ、敵。何してる？ちょっと黙っててくんない？じゃあ、焚き火跡っていうところに向かってみるか。ここ、ノーリスクでいけそうだろ。あれか？これ？ちゃんと私を見ろ。ちゃんと私を見ろっつってても調べられないな。かかしのようなものが立っている。獣から剥いだ皮がかぶせてあるような。違う、焚き火跡じゃない。まあ何かしらの目印にはなりそうだけど。なんでこんなに段差がすごいあるの？迷っちゃった。あ、煙が見える、あそこだ。ここが焚き火跡か。何かあるかな。イベントだ。焚き火跡に火火棒が突き立てられている。武器として使えそうだ。いいですね。あ、取れよ。取るときもいちいちコマンドか。わかった。じゃあこの火火器棒を使って、あ、鉄柵を抜ける。鉄柵抜けられるんだ。そうだよね。正面突破したら5体ぐらいいるもんだって。正面突破もできないことはないと思うんだけど、おちょ、女。どこ行った？女の視点どれ？だいたい右上の方向反応したから、どっかこの辺に、あ、いた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 。よし、では鉄柵のところ行きましょう。やっと進んだぜ。うれぴーうれぴーうれぴー、お母ちゃん。で、鉄柵ってどっちだっけ？あんまり鉄柵の方向には敵いなかったんだよね。私を見て。はい、わかりました。すっげえわがままだよね、この女。もうなんか一緒に連れて行く気がなくなったわ。あれ？焚き火跡の場所になっちゃった。ちょっと待って。焚き火跡から、まあ、左の方を向いた先か。一人登れる？一人登れる？見えない。ちゃんと、あ、引き上げるか。はい。なんでそんなところにいるの？ははは。せっかく引き上げようとしてるのに。上がって。いいですね、この共同作業感が。こっちの方向だよね。なんか今息遣いみたいなものが聞こえたんだけど、視界ジャック。さすがにスナイパーのいたところまでは遠すぎて視界ジャックでも見えなくなってるみたい。登れる？大丈夫？画面全体がもう暗すぎて。あ、だけど、え、ちょっと待って、俺さ、パソコンのモニターとディスプレイ並べて、プレイしてて、二つの画面同時に映ってるんだけど、明らかにこれパソコン
の画面で見た方が見やすいんだけど。パソコンの画面見てやろっかな。ゆっくり歩け、下手くそ。いや、下手くそとかって言われたんだけど、何が下手くそなの？エイムじゃねえよな。エイムじゃねえよな。俺銃撃つところ見てないでしょ、君。この非火器棒を使えば、鉄柵開けることできんのかな、軟禁状ぶち壊して。とりあえず試してみましょう。これオートセーブ入ってくんねえかな。実況者ホステルさんイコールオートセーブっていうようなイメージだから、オートセーブありきのこの立ち回りを。あ、後ろの方にいるけど、真後ろの方に1体2体、しかもかなり近いね。1体はかなり近い、視界が鮮明。引き上げることできない。あ、おお、びっくりした。余計よっぽどホラーだったんだけど今とか。あ、壊しよう壊しよう壊しよう。3回殴ればよかったのか。へっぴり腰すぎるだろう。タホリ集落方面に向かう。引き続きやっていこう。鉄柵開けた。改めて左手方で進むか。タホリ方面っていうのが、あ、こっちの出口か。教会行けんのかな。このまま左手方で進んでいけば、教会方面にはなるんだけれども、とりあえず近いジャックして、一体は近い、一体は近い。接敵するかもしんない。都を守らないと。へっぴり腰で。これ何？灯籠か。火は灯せないようだ。希望の光を灯したいところだが、それは叶わないか。やばい、見つかるかこれ。シャブ中みたいな視界の動きなんだけど、これ大丈夫かな。ゆっくり行こう。何かまた縦看板みたいなのがある。これは一体何なんだ。外場のようなものが立っている。敵が来たらこれで。ふっ。この人本当に真面目に殴る気あんのかな、敵に見つかって。視界ジャック中さ、時間止まってくれればよかったのに。あ、見つかった。コントローラー振動したわ今。まずい。どこ。え、あ、泥試合なんだけど。急げ急げ急げ、ミヤコ、やばいやばいやばい、早く視界から離れよう。はっ、どこだ次は。とりあえず登るわ。おお、お前か。いてえ、離せ。痛い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 。あ、これさ、敵が近づいてくるのを待って殴った方がいいかもしんない。うわー、これ最初からかな。こっちから敵に近づいていくと、あ、ここからなんだ。優しい。当時のゲームとしてはありがたい。自分から敵に向かっていくと普通に掴まれちゃう。だから敵が接近してくるのを待ってから殴りかかった方がやりやすい。いるだろこの辺に。あれ、ついてきてる女。あ、いた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 。2体同時に発見された。いってー、痛い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 。いた。リーチ短。あ、リーチ短いな。これ戦闘結構コツが必要かも。
難易度下げれないかな。ちょっと難易度高すぎるんだけど。あのね、何よりも、この女が邪魔。女さえいなければ、本当に正面突破しちゃうんだけど、女の存在がとにかく邪魔だわ。動きが遅すぎる。めちゃくちゃ足手まといなんだけど。本当なら戦闘したくないんだよね。大丈夫だ、見つかってない。あ、そうそうそう。L1 ボタンを押しながら、あ、見つかっちゃったか。動けば平行移動できるんだよね。2体同時に見つかったか。ほらほら、またいなくなってるし、女。どこか敵を、敵と有利に戦えるポジションとかってないのかな？とりあえず、殴りながら。どのぐらいのタイミングで起き上がってくるのかわかんねえから。2体に発見されてるよね、今。ちょっと地形を巧みに使って立ち回ろう。もう1体に見つかってるんだけど、どこにいるんだろう。右スティックの指標がすげえ悪くて。え、どこ行った女。もたもたしてたら敵に発見されんじゃん。ダウンしてるやつも、いつ起き上がってくるかわかんねえんだから。敵基本的に不死身だろ、このゲーム。チャカでどれだけ撃っても起き上がってくるの。それとも、この寝てるやつ、とどめ刺すことできんのかな。あ、いった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 、来るの遅えんだよ。早く連れてけ。もうどの口が言うんだ、早くついてこい、お前が。口悪くて申し訳ないけど。どこ？発見されたけど。え、頼むよ、全然ついてこねえじゃん。え、来ないんだけど。ゆっくり歩け、たくそ。いて。よし。いけ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 。私を見て。引き上げるから早く来いって。あ、どこにいんの今度。降りちゃった自分が。この操作性の悪さ、ゲームとしてはね、確かに怖い。だけどね、この頃のプレステ2のゲームって操作性の悪さでやる気がそがれる、本当に。こっちが教会方面かな。階段あるけど、もうだいぶ歩いてきたってこと。とりあえず女を置いて突っ込んでみるか。え、これいけないの。あ、鍵かかってるんだ。ここが教会の扉。発見されたの俺。どこ？今のエフェクト誰？お、もしかして女見つかったんじゃねえの？ガチでイライラしてくる、このゲーム。やってるとすげえイライラしてくる。勝手に死んでるし、また。きつっ。そしたら時間いいところなんで一回切ります。全然進まねえわ。パートナーが足手まといすぎる。はい。それでは今回ここでにしましょう。ありがとうございました。